ジッププラス3。3今日はかなりラフな衣装になっています小林さんと石川アナウンサーとお伝えしますよろしくお願いいたします。ます夏だからって話ありましたけれど、はい、も、いつぐらいからだったんですかこれ。実はあの今週の月曜日からあのベストになったりとかしてるんですけれども、えー、今日はあの中が実は半袖で外結構寒かったですよね。確かに。えちょっといいあいいですか。 そんな感じなんかねもうずっとこう、はい、まあ僕らみたいなネクタイのイメージがすごく強かったので、うんはい、T シャツってなかなかイメージなかったです。ああでもそうですよね、なかなかオンエアで T シャツで出ることがないですよ、ね。毎年夏はこういう衣装なんですか？こういう感じです。<あ>ベストになるかジャケットの下が T シャツとか、うん、そういうことが。ーチーフとここのラインの色が合ってて。うん 爽やか爽やかですよねスタイリストさんすごいですよね小林さんが選んでらっしゃるんですかいやもう完全にお任せです毎日置いてあるんですかロッカーに一着今週分が置かれているなるほどちょっと質問が来てまして焼肉屋さんに行った時皆さん思い浮かべてほしいんですけれども自分で焼きたい派なのか人に焼いてほしい派なのかどちらですかと うわーいう話が来てますが。うわ、これ。先輩とかと言った時に、うん。ちょっと変わってきますよね。なんか、難しい、なんか。私、焼き慣れてないから。なんか、顔色を伺いながら。どのくらいかな、よく焼き派かな、とかって、めちゃくちゃ緊張。しちゃうから、普段、あの、友達と行く時に、練習する。ために、自分でや。練習。<laughs> 練習する。真面目。真面目。 あるべきときに備えて。うん、あ,あ、そうなんだ、うん。練習する、だって、ね、まだ行けてないけど、ジップメンバーで、例えば三浦さん、やんもさん、まこつさんとかで行くとき絶対。ここが焼くじゃん。焼く<役>。で、三浦さんなんて、絶対厳しいから。いや、わかんないよ。わかんないよ。焼き加減厳しいと思うよ。本当そ。それでさ。一個気になるな、うん、その、自分で焼きたい派、人に焼きたい派っていうところもあるんですけど、焼き。 色だったり、焼き加減って結構こだわりある人いるじゃないですか。るいるってことは、結構こだわりあります。僕はない。あ、あないんだいい。一緒じゃないな。結構よく焼きたい派なんですよ。あの、あ<ー>結構僕、あの、お腹弱くて。うん、<な>新事実、<な>北脇、お腹弱い。そう僕、お腹弱いんですよ。結構、あの、牛乳飲んだら、お腹下しちゃうとか。で、あの、焼肉とかで。 お店によってはあまり焼かない方がいいんですよって言ってくださるところももちろんそれでものすごくおいしい焼肉なんですけど僕は結構焼いてもう全然焦げ目があるくらいの焼肉で全然いいんですけどそれで焼いちゃう分他の人が焼きすぎってって結構怒られることが多くてあそっか確かにだから僕はもう完全に自分でで焼きたい派です自分の分を自自分分分でのはもう自分で焼いて 先輩とかからも,あもう自分で焼いていいよって言ってくれるのを結構待つ派ああなるほど<う>ああなるほどなるほどでもそれが一番いいですよねいやめちゃくちゃいいと思いますよお題気使わないし小林さんは焼肉屋さんとか行きますかなかなかあの僕一人焼肉がなかなかちょっとやっぱ行きにくいなって思っちゃって、うん、いやわかりますわかります一人ラーメンとかじゃなくて一人焼肉ってちょっと行きづらいですよねそ<う>あじゃあみ友達とかとかは まあ行きますね。その時どうどうです。どっちです。友達ぐらいだったらやっぱり自分のは自分で焼くっていう感じですかね。気使わずに。はいはいはい。え逆に後輩連れて行く時はあでも後輩が僕に対して気を使っちゃうかもしれないからそれなんか焼いてあげちゃったりするから。優しい。それが逆にこう気使っちゃうのかなと思ったり。どっちなんですか。こだわりの順番ないあの焼き色ないって言ってましたけど、焼肉を食べる順番とかってあるんですか。こだわりの。 それを気にすする人もいまよね例えばタンから食べるっていう人いるじゃないですか僕結構そのタイプなんですけどどうですかそれは僕はメニューの一番上に書いてあるやつからな何っていう感じで例えばご飯物ものとかだったらどうするんですか一番そこから頼んでいってじゃあ今日はここまでかなってなったらじゃまた次来た時はここから始めようねみたいなえええ約束するんですか次はご飯のの一個下これからみたいい。 えじゃあお店はその毎回同じようなお店に行かれるんですか。そうですね。まだあのコンプリートしていないお店、そのメニューをコンプリートしていないお店に行くっていう感じです小林さんのコンプリートしていないお店どこやろ今。友達めっちゃ道連れじゃん。いやそうなんです。しかも同じような場所に何回も行くこともあるってことですか。はい。ただそのメンバーが変わるんで。 多分そのはい次に連れて行かれた人はここからねって言っても多分意味が分かってないかったりとかすると思います。<laughs> そうっすよね。はい。絶対分かこだわり強いない<や>。逆に先輩と行くときはどうです。うん、いややっぱり焼き方に回っちゃいますよね。そうですよね。でも確かに先輩がねあの気使ってというか自分で焼焼き始めてくださったら、うんうん、めちゃくちゃ怖いとしてはね。 すごく気を使う本当にトングとか2個しかなかったらもう1個頼んで自分も焼いてこうねしたりするから結構焼肉って難しいですよね何枚か焼き上がってきたらとりあえず先輩に食べてもらってその隙にトングを奪ってなるほど先輩が口でる隙にらってその手もあるんですね。 まあ焼肉って話ありましたけれども、夏来たら、あのバーベキューとかもいろいろありますけれども、バーベキューとかよくされますか。そう僕、一人焼肉はいけないんですけど、一人バーベキューはよく行くんですよ。これね、本当に、どういうことっていう話をね、あの。プラス二の前に話したんです。一人バーベキュー、ちょっと詳しく教えていただいてもいいですか。逆に一人バーベキューはいけ。え、いけますよね。いや、いけないですか。一人焼肉の方がいける。これなんで始めたかっていうと。やっぱり、あの。バーベキューって誘うときに、まあ、あの。 何日も前から誘ったりするじゃないですか。それでなんか予定が合わなくて結局一年後になったりとかりす,、ねうん、するのが嫌なんで、はい、行こうと思った時に行ってでなんか予約していくんですけどそのバーベキュー場にでなんかセットが全部あるようなところあそうそうですもう何も持っていかなくていいとそこでまああのなんか予約表みたいの見たら、うん、なんかなんとか 中学校同窓会18名様とか、うん、いや書いてるよね書いてありますね、うん、なんとか旅行会社なんか20名様みたいな <laughs>、はい、で小林様1名様みたいな <laughs> 書いてあったりとかそ,うその数字だったりその紙だったり見た時は率直にどんな思いなんですか <laughs> いやあ三テーブル三番のテーブルカーとか、はい、普通にそれぐらいのそっちなのそんなな20名18名1名の方じゃなくて <laughs> はい 3番テーブル大きいテーブルを一人で使いますからもう両隣にいる人たちの写真を撮ってあげたりとか逆に撮ってくれたりとかもするんで例えばその人の目周りの目を僕はかなり気にしてしまうタイプなんですけどそうういのは大丈夫なんですか全然もう皆さんお肉に夢中になってますし本本当当かなに食べる量だったりとかは事前に買ってきたりしますけれど。 量的にも大丈夫なんですか<量>そのバーベキューで結構ねいろんなものを買ってみんなでワイワイ楽しみながらっていうところあると思いますけどあでもいろんなものをやっぱりその場で注文してうん、うん、結構多く食べちゃいますね確かにバーベキューこの日って決めてて、うん、雨が降っちゃったりとかでうわまた、ね、リスケしようかとかってなると面倒くさいから確かに思い立った日に。 ね、行くっていうのはいいですねと言おうとしたんですけどちょっと一人でバーベキューはなかなか行きづらいし <laughs> なかなか勇気がいるもも今一人キャンプとか流行ってるじゃないですかソロキャンプとかたき火見たりとか,かそう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 ソロバーベキューもそのハードルが下がってるんじゃないですかまあ可能性としてはなくはないと思うんですけどその食べてる時とか焼いてる時ってもうずっとこうなんていうでしょう一点集中とかなんですか皆さんいる時はね、はい、楽しく会話したりとかできますけどはい 肉見て、火見て、空見てみたいな感じです <laughs>、はい。見るとこ少ないですね。かなり。三 <laughs> 点見てね、イアングルしか見ないじゃないですか、ずっと。<laughs> たまにその団体さんが自撮りとかしてたら、あ <laughs>、はい、撮りましょうかみたいな感じで行ったりとか。じゃ、ちょっと、あの、小林さんがソロバーベキューをやってるところに遭遇したいですね。確かに。写真撮ってほしい。ト <laughs> <に>リップメンバーで行って。 チップメンバーで行くときは、小林さん誘ってあげるよ,よ。なんで。<laughs> みんなで行けるなら、みんなで行きたい。まあ、予定が合わなかったら、僕だけ行っといてみたいな感じです、ねあ。そういうことですね。うん、じゃあ、あの、こう見てくださっている方も、ソロバーベキュー小林さんがされている方いたら、ぜひコメントして、また加わってあげてください。 ね、写真をお撮りします。<う>はい、加わってもいいですか。加わってもいい。あ、どう、はい、どうぞ。別に一人が好きなわけじゃないですから、ね。謎がまだまだ深い小林さんと今日もお伝えしました。以上 <laughs> ジップラスリーでした。謎。いや、今日も見てくださって、ありがとうございました。そこのあなた。このボタンを押したり、チャンネル登録のボタンを押したり、どうぞよろしくお願いいたします。 あのお友達ご家族いろんな方にこのことを伝えるっていうのもあぜひお願いします、えー。今日も最後まで付き合ってくださってありがとうございました。それでは一緒にジップ。